よし。結構落ちるんですけど、ね、嬉しいです。
よし。よし。はいはいはい。よし。結構落ちるんですけど、嬉しいです。ありがとう。で、そうですね、あそこのこう際に落として、まあ、引いたら、まあ、食ってたって感じになります。いかがだったでしょうか。今日はね、なんとか一本することができました。よかったです。で、今回ね、使ったタックルなんですけど、まあ、紹介しての通り、そうですね、シマノのバスワン XT とリールもバスワン XT、まあ、実際僕ですね、ベイトタックルってこれしかないんですよなので、まあ、もしね折れたとかそういうのがあったら、もうすぐね近くのキャスティングなりタックルベリーなり、まあ、その前にイタコ釣りセンター行くなりね、はい、購入できるんで、まあ、その時はその時感じになります。はい。で、ラインはですね、ダイワのジャストロン20ポンドになります。はい、最初ね、ピンクのラインって釣れねえんじゃねえかななんてね、思ったんですけど、そうでもないですね。まあ、今日でですね、今年12匹目、まあ、今年初めに100匹釣るぞと生きてたのは本当にまあ無理だと思います。はい。で、今回使ったルアーがですね、こちらですね、まあ、Amazon で購入しましたスピナーベイトになります。はい。で、これ5個セットで2000円になります。はい。まあ、ほとんど1年間ですね、1セット半ぐらい使えますね。途中で例えば飴玉とかかかって折れちゃったりして、使い物なくなっちゃったり、そうですね。とあと同じシリーズでこのホワイトチャート、これもね、同じ Amazon のやつになります。はい。で、今ですね、まあ、実はですね、ロストしてしまいまして、この2種類しか持ってないんですね。なので、今日ですね、まあ、後で、まあ、Amazon でまた注文しようかなと思います。はい。まあ、この前ですね、ディープアレンジ、ね、ちょっと折れちゃったんで、あれ、ちょっと戻す位置ね、間違えちゃったんですね。で、本来だったら、この、ここの、なんていうんですかね、ラインを結ぶとこ、ね、ここじゃなくてね、こっちのボディ側ですね、ここがね、まっすぐだったんで、これを調整すればね、折れなかった。まあ、でもね、まあ、折れるのも時間の問題だったのかなって感じします。まあ、田辺紀夫さん結構ファンなんで、ね、また今度はクリスタルエースとかね、いろいろ、まあ、今深ベイトとかね、深ベイトは無理か、うん、まあ、そういうのありますんで、いろいろ頑張っていきたいと思います。で、今回ですね、そのちょっとね、雨降って水深というよりちょっと水が増えてるですね。はい。なので、この本当にこうカバー際っていうんですかね、そこをこう通して今回釣れたって感じになります。はい。で、カバー際って言ってもね、これ水深はだいたい50センチぐらいなんですけど、十分そこにバツいますんで、まあ、この前のバズベイトで、あとバツ釣った時も、まあ、大体同じあたりですね。はい。まあ、これからもいろいろ動画のアップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。